ちょっともう一回やってん、もう一回やって、やめとこうか。はい、ふかちゃん、はじゃーず、よしよし、よしよし、はい、くん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 、はい、待って、よし、鼻息荒かった今、ふんって風が来た。ゆっくり食べな。よしよし。今日もお水変えてるからね。今日は12日ぶりの休みです。ホテルの清掃業務なんでね、昼までの休みがほとんどありません。今日も遅くなったらもうタイムカードをして、あとはサービス残業なんで疲れるだけの仕事してるんでね、困ったね。他の仕事探そうと思ってるけどね、時間が合わないとショコラちゃんのお散歩とかお世話ができなくなるからね。両親はもうしつけとか関係ないからね、遊ぶだけって感じだから、ご飯もあげないトイレも変えない、そういう人たちだからね。脳みそが子供なんだと思うけど、もうしょうがない。だから私がショコラちゃんのお世話します、ね、っていうかしてます。なので仕事を変えるにしてもショコラちゃんのお世話ができる仕事しないとね、時間が合わせないとね、あんまり限られてないんだよね、ショコラちゃんお世話しながらお仕事できるのがね、頑張ってこようか。ちょっと待ってね。はいはい、慌てすぎ。はい、真緑ですが髪型ガムです。よいしょ、はい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 、はい、落ち着いて落ち着いて、はい座れして、はい座れ、待って、いい子だね、飛び上がんなくていいよ、よしよしよし、そこで食べてね、お利口さんだな。もうトイレ食べなくなったね。皿溶けたら大丈夫だね。まあよかった、おトイレ食べなくなって、うん、よく噛んでね。おお、大丈夫かい。よく噛んでね、よく噛まないと、これは硬くないからすぐ噛めるけど、うん、尖った分をそのまま飲み込んだり、大きいまんまねガリって飲み込んだり、そういうことがあるからね、噛んでいいものは、うん、気をつけないとね。この子は牛皮が噛めないんでね、噛み切れないんで、何回か喉に詰まって大変なことになったから、病院には行かずにどうにか取れたけど、牛皮のものはあげないようにしてます、なるべく。あら、ボロボロ、ゆかちゃんボロボロ。おいしいの、
で今あげてるご飯とか歯磨きガムの紹介しようかな。うん、食べちゃったね、ショコラちゃん。もうないよ。ショコラちゃん、もうないよ。舐めるの。消臭剤撒いてるからね。ペットが舐めても安心な。ペット用の消臭剤。水飲みな。おばちゃん、お水。もう飲めるね。へっぴり腰じゃなく飲めますね。でもね、まだ怖いんだよね。このボコボコは前、このペットボトルの普通の給水器でもボコボコしてたんですが、それは気にならないみたいですが、この水が増えるのが怖いのかな。今は慣れたかな。今はできたね。じゃあず。ちょっとずつ慣れていくわね。まだ時々ビクってして飛び上がる時があるんでね。それでは、今日はこんな感じで一旦終わります。それでは、バイバーイ。はい、ショコラくんが使ってるものを紹介していきます。これはまだ開いてないですが、ショコラくんが使ってるウェットティッシュ、1つのバッグに100枚入ってます。前使ってた水に流れるウェットティッシュは70枚しか入ってなかったんで、やっぱりこっちに変えました。あとショコラくんがよくお漏らしするんで、的外れみたいな感じになるので、ケージのお掃除とお部屋に置いてあるトイレの床のお掃除と、お掃除専用のタオルって書いてますが、これもウェットティッシュです。ちょっと大きめのウェットティッシュになります。はい、次はウェットティッシュじゃない。次はご飯の説明します。ショコラくんが食べてるのは避妊去勢用の、ニュートロの避妊去勢用のご飯です。ショコラくんはチキン&玄米を食べています。これに変えてからよく食べるようになりました。いい感じにこれは食べています。はい、あと歯磨きガムの説明です。朝はこっちの真緑の歯磨きガムですね。デンタルクロロスティック、間違ってた、ごめんなさい、カタカナ弱いんで。これはクロロフィルム、クロロフィルムが入ってるみたいです。クロロフィルムが入ってますね。あ、求肥入ってるね。求肥入ってるけど、これは噛み切れるみたいなんで大丈夫です。ショコラくんが食べられるみたいです。こっちは夜の歯磨きで使ってます。歯磨きガムで使ってます。ブリニーズのブルーベリーです。でも高いですが継続して買ってます。一番高いのはこれです。4000円ぐらいします。4000円、5000円、5000円はしないか、4000円は超えますね。それではしこたくんが使ってるものはこんな感じです。はい、ぼやけてました、すいません。はい、こんな感じです。それでは今日はこれで終わります。バイバーイ。